こんにちは、こんばんは、赤髪の友です。最高におバカなゲームっていうアプリ実況してみてくださいというリクエストをいただいたんでやってみたいと思います。スチューピッドアゲイン、バカな再び、どういうことなんだろう。やってみよう。 YouTube の再生マークボタン見て、あー、こういうステージ構成的なゲームね。あ、なるほど。食べ物を探そう。あー、食べ物を探そうってどういうこと。食べられるものがないけど、え、唯一消化できそうなものは一個あるけど、え、どういうゲーム。最高におバカなゲームっていうことはもうそういうバカな、バカになればいいってことでね。これ違うのかよ。勇気出した意味がねえじゃねえか。何これがグミだとか。あ、ダイヤ、ダイヤ押せない。はい、食べ物を探そう。風船、え、お札、え、ダイヤ、あ、何、は、あ、そういうこと。これ、あー、なるほど。もう二度と食べたくない、気持ち悪い。え、じゃあアイスじゃなかったんじゃん。で、次へ。海賊のなんて読むの、このあのあれでしょ、クロコダイルのあれでしょ、鍵、鍵爪、鍵手、なんていう、なんていうの、これを見かけたか。彼のために装着してあげよう。多分どっかが外れるんじゃない。このうとか、うとか怪しくない、うとか、う、あ、はてなとか、ほら、ここか、こんな感じ。もう分かった、そういうことね。もう分かったよ。 IQ にチュッチュしたいの。違う、 IQ にチュッチュしたいよ。どういうこと。小さい順からトランプをクリック。なんか仕掛けがあるぞ、これ。これは6、右下6に見せかけて、これ多分逆さまになって9でしょうね。だから4、7、9、10、13、やっぱりね、6と9が引っ掛けてあるんだろうね。周りと違う羊を1匹見つけよう。え、え、何が違う、分からんぞ。え、これみんな分かった、もう今。周りと違う羊？まあ、適当に6回タップすればどれか正解なんだろうけど、それはやりたくない。ちょっとヒントを見よう。シェイクしてみると誰が車に酔うかな。は？シェイク？振るってこと？振る。あ、これだ。振った。今携帯振ったら倒れた。すげえ。すげえ。この羊車に酔うよ。どれがスプライトなのかな。あ、だから振って炭酸がプシューってなるやつがそうなんじゃない。振った、携帯振ってます。あれ関係ない。なんだ、どれがスプライトなのかな。スプライト、全部スプライトっぽいけど、なんか、え、あ、真ん中タップしちゃった。え、振ったら炭酸になるとかじゃないの。振ってるけど違うんだ。なんだ？ヒント、ラベルをきれいにする。あ、もうラベル触っちゃっていいんだ。スプルルト、あ、こうやってやればいいんだ。スプ、スピ、スピルト、スプライト、これだ。あ、きれいにするっていう動作もある。これ全部飲んだことあるよ。みんなあるでしょ。あ、偽物ラベルもあるってこと。そうじゃないよね。スプライトを1本全部飲んだことあるよってことなのかよくわかんないけど。トムが財布をなくしてしまった、彼を喜ばせよう。財布、これでも逆さまから見ても顔になりたちそうだね。え、その通り、これが不思議な表と裏の両面なんだぞ。やばい、意味がわかんない。トロールフェイスクエストと同じ匂いがしてきた。鳥の群れの中からは、カモを素早く5回タップ。カモ、カモ、え、全部ひよ、あ、たたたたたたた、これ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 、え、タップしてよ5回。あ、あ、あ、はい、
はい、あ、5つクリックしようってことね。5回タップしちゃった。あ、間に合わなかった。あー、ちょっともう一回チャンス。そういうことか。5つクリックしよう。まず1、2、あ、全然気づかなかったな、1周目。まあ4でタッチでもあるけど。3、4、5、 OK。 え、6、なになに、口、どれがフェイクなのか。口、1、2、3、4、5、最後の無視した5回。あ、どういうこと。算数上手だね。あ、全部タップしてたら6っていうことね。いや、そんな引っ掛け引っかかるわ。出た、周りと違う羊を一匹見つけよう。振るか、また。振るんじゃない、逆さまにするとか。違う、横にするとか。違う。なんだ、こすってみるか。反応ないな。なんだろう。揺らしても横にしても逆さまにしても反応がない。なんだろう。周りと違う人、本当に今度は違かったりするかな。いや、一緒だな。絵わかんないよ、これだって。絵は一緒でしょ。なんか仕掛けがあるんだろうな。こすってなんか毛が取れたりとかじゃないんだな。ごめんなさい、ヒント。ある羊の後ろに隠されている。どかすってこと。あ、動いた。あ、角がまっすぐだ。こんなわかるわけないじゃんわかるわけないじゃん、こんなの。サッカーボールをスクリーンの外に動かそう。サッカーボールっていうのは左の丸だよね。これが動くんだ。じゃあこう。ドン。あ、これをどかして、なんで絶対戻るの。こう、待って、左手でこっちに、左手で50キロ持ってきて、右手で500キロをこう操作する。何、もうこのサッカーボールを手でピョイって。何これ。待って、こうやって傾けるとか、こうやって傾けるとか。違うか。ん、こうやっといて500キロ上から落とすんじゃないの。何これ、頭が硬いのかな。何これどういうこと。50キロどかして500キロ乗せるんじゃないの。なんかスルーしちゃうんだよな。そこ乗ってくれよ。あれ、わかんない、ヒント。サッカーボールの文字。サッカーボール、あ、スクリーンの外に動かそう。なんだそれあの丸いやつはサッカーボールじゃない。常識で考えるたらダメなんだ。分かった、もう頭をちょっと、常識を、固定概念っていうのを、もう先入観を脱ぎ払う、脱ぎ去る、脱ぐ。よし、どれがコーラなのかな。だから振ればいいんでしょ。そういう、ほら、はい、これ、もう分かった分かった、もうそういう考え方にすればいいんだよ。何、シャンパンも吹き出す。まあいい、前のゲームやったことあるようだな。あ、そんなのもあるんだ。何、プレビュー、ネクスト。おお、あ、すごい、マウスを今動かしてるんですけど連動する。じゃあネクストを左クリック。おーおー、次のやつ。女に化粧した男は誰かってことか。全部同じ絵でしょ。どうしたらいいんだ。振ってみる、逆さまにする。お、あ、もっこりしてる。じゃあこの人、逆さまにしてもっこりしてる時にタップ。あ、そういうことね。なるほど。成人向けだと、これは科学を普及しているんだ。なるほどね。
だんだん分かってきたよ、このゲームの癖が。最大の数値を組み合わせよう。最大の数値を組み合わせよう。え、これじゃない、9を先に並べて大きい数字を。ちょっと待って、なんか違う気がする。え、これじゃないの。あ、でこの0も使うとか。あ、違う、せようの0じゃないの。確定。え、ゼロ、この最短数値を組み合わせようの丸が関係ないの。あ、なんか文字から引っ張ってこれそうな気がする。あ、違うんだ。いや、わからん。ゼロゼロ、え、あー、無限ってこと。あー、そういうことか。これはやられた。やられたよ。男の子、何これ、伊豆 DDC を起こそう。名前なのかな、イザック、イザックとか読むのかな。え、石、石、リンゴ、振ってもダメでしょ。あ、振った、起きた。アイザック、あ、アイザックニュートン、そういうことね。そこがヒントになってたわけだ。今振ったらなんかリンゴが落ちてきたみたい。五角形を探し出そう。で、五角形がないんだけど、なんかこの右の四角が実は引っ張ったら五角形になってそう。あ、違う。でも多分こういうことじゃないの、これ。まず簡単すぎる。あー、くそ、言おうとしたら先に言われた。なるほど、丸を見つけよう、これ。小さす、いや、これは分かったよ。すべての皿にイチゴを、じゃあイチゴ切る。イチゴの文字を皿に。あー、オッケー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 。こんなイチゴ食べる気がする。そうだね。いや、分かってきたよ、考え方が。アイザックの視力はあまりにも悪い、視力を良くしてあげよう。視力を良くする、じゃあメガネをこうやって拭くとか。どうだ、あー、合ってた合ってた。二重まぶたなんだ。よかったね。え、プレビュー。ネクスト。足を肩の上に置こう。足っていう字を肩の上に置く。どう？え、あ、そういうこと？肩の上に置こうってこと？字の方。あ、そういうことね。目にしたもののすべてだ。なるほど。どのカップが大きいかな？え、どっちの話？振る、携帯を振る、逆さまにする、変化ない。え、胸の話、胸、また成人向けだと。ノー、これは科学の普及だ。おー、分かった分かった。エレベーターを高くしよう、エレベーターを高くしよう。高くだ、上の方に持っていけばいいってこと。お前の意見は普通。あ、ありがとう。緑色の図形を3回クリックして、すぐに黄色い図形を5回クリックしよう。これちょっと怪しいぞ。これはそんな違うな、きっと引っ掛けだな。緑色の図形っつったらもうこれしかない。クリックして、え、すぐに黄色が、え、じゃあ言うこと聞いてみるか。いいか、123123456、すぐに黄色い図形を5回クリックしよう。3、あー、123123、これトロールフェイスクエストもこんなんだったな。5、こんなん、その99回100回押せっていう時に99回で画像が変わったりしたもんな。ゲームの制作者をぶん殴りたいな。かなり挑戦的な。今日は私の2歳の誕生日。じゃあ1本、じゃあ2個同時タップ、これでどう。あー、なるほどね。タッチすることを普及したいだけだ。任意のところをクリックして次のステージへ、クリックするな。初めからぼーっとする。前のステージ、え、じゃあ次のステージをタップ。あははは、やっぱりね。黄色いカモちゃんに写真を撮ろう。あ、あ、あ、そういうことか。カモか、カモ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 、こちら黄色いカモちゃん。え、カモちゃん出てこないじゃん。え、
なんだ。あ、これが動くっていうことはここか。そういうことね。青いボタンを10回クリックしてから赤いボタンを1回クリックしよう。なんか怪しいけど、まあ1、2、3、4、5、6、7、8、9、今なんか2回、あ、やっぱり今なんか数字が出ないと思った。今ちょっとなんかラグがあったのかなと思ったけど、青いやつの数字が当てにならなかったんだ今。よし、今の初見突破したぞ。前のステージのエレベーターは最高何階まで行けた ?9。え?あ、数字が9だった。もう見てなかったよ。いや、わかんね、見てない。うわ、見てないよ、これ。わかん、ちょっと見てこよう。31問ぐらい、違うな。30問ぐらい違う。29問。15回か。で、マイナス1回まである。B1 のことか。15回。いやー、見に行っちゃった。ごまかして正解したのかな?それとも前に戻って数えたのかな?数えてよ、前に戻って。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。スマートフォンから見ている方は、動画のタイトルをタップ。下にスクロールして、登録ボタンか登録 URL からよろしくお願いします。この動画の続きを見たい方は再生リストの URL をタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンをクリックして登録再生リストよろしくお願いします。赤髪の友の実写動画チャンネルでは料理やお菓子作り、釣りやキャンプ動画などいろいろなことに挑戦しているので、こちらもぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。